ポスターと同じくして坂本龍馬も載っていますが、このかっこいいパンフレットは、これはサルク幕末編のためのパンフレットとなっています。またこの中にはコースを紹介したスケジュールの一覧がずらりと載っていますが、この見方としてはどんな見方なんでしょう。スケジュールの見方ですが、このようにコースごとにですね、集合場所、開催日時というふうになってまして、そうですね、でずらりと載っていますが、例えば新しいコースで行きますと、長崎幕末維新の道を行くと、はい、ここに、まあ、小さいですがコース名が書いてあるんですよね。でその右側ですね、はい、が、集合場所になってます、はい、長崎歴史文化博物館で、例えば、いつ参加しようかという、5月の例えば3日ですね、5月の3日に参加しようと思ったら、ここですね、10と書いてありますね。10時に、出発するコースが、コースじゃない、出発時間は10時、時間が10時ということで、こちらの電話番号ですね、こちらに電話していただいて、はい、5月の3日10時の、幕末維新の道を行くに参加したいということで電話していただければ予約ができるようになってます、はい、もうこれは11月の30日まで、最後の期間までぎっしりとスケジュール載っていますので、このパンフレットを手に、じゃあいつ何に参加しようかしらと悩んでみるのもいいかもしれませんよね、はいはい、それではお申し込み方法をご案内しましょう。サルクの受付は電話番号が 811-0369 となっています。サルクと覚えてください。ホームページからも予約ができます。サルクのホームページは長崎サルクで検索してください。さて田川さん、この参加にあたってお得な参加方法もあるんですよね。はい、サルクの手形と回数券というのがあるんですけれども、はい、サルク手形は、1枚3000円で、2サルクの定時出発全コースに期間中本人さん限りですけれども、何回でも参加できます。ただし枚数が2000枚と限定販売となっています。じゃあもう早めにゲットしないといけないですね。そうですね、もしかしたらもうないと、あら、そんなもう人気のものということですね。で回数券が、2000円で5回分の回数券となっています。はい、お隣が回数券、こちらは2000円となっています。500円もお得なんですよね、はい、そしてこのサルクにはもちろんどういうふうな道順で行くのかというためのマップブックというものもあるんですけれども、はい、1冊にサルクの全52コースとか、情報満載したマップブックになりまして、各書店に販売して500円で販売してますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい、もうこれ500円という価格に安いなとびっくりしたんですが、もうまるで旅行雑誌のように、もうぶわっと地図と写真と盛りだくさんのカラーのパンフレットとなっています。500円で現在すでに販売中となっています。このマップブックで、じゃあどこに行こうかとか、何コース巡ろうかなんていうことを話し合ってみるのも楽しい時間になりそうですよね。はい、さあ長崎の幕末期をより楽しく学べそうなこの幕末サルクなんですけれども、私はですね、個人的に2つ目の楽しみ方でありましたが、洋館群が点在している居留地界隈がとっても好きなんですが、はい、今回はその洋館群